インフラウンチ TV をご覧の皆様、こんばんは。今回、2012年12月号とインフラウンチ TV をお送りさせていただきます。もう12月ということで、もうあと何日かでこの年も終わり、1週間切りましたね。で、あとはもう来年2013年ということで、今年もいろんなことがありました。いいこともあれば悪いこともあって、皆さんいろんなことを考える年なんじゃないかななんて考える機会になった、そんな2012年だったんではないかと思います。私自身の方はそうですね、2012年の最大のニュースはやっぱりいつもここにいてくれた森くんが、10月末をもって、こちらの方を去り、そして今東京で新たな門出を迎える準備を進めています。やはりですね、森くんと僕の関係っていうのはもう月とスポン、もう彼が月ですよね、僕はスポンみたいな、そういうふうな感じで、女性はみんな森くんに集まり、僕がいると大体男かオタクしか集まらないっていう、そんな状況で、でも森くんと一緒にやってた、このインフォラウンジ、一応2年目もう終わるような感じですけれども、いろんな人が集まって、でそのいろんな人が集まったそのモザイクな状況が、今回 これまで特集しました、ゆりりんきのき、あのような形になったのかなと思います。このインフォラウンジもさ、そうですね、まだあととりあえず年末は28日まで7かな、そこら辺までやってますので、ぜひ集まっていただければ、なんか私と私とか、新たに入りました、スタッフの久保田君、横村さんがお相手してくれますので、よろしくお願いいたします。それではインフォラウンジ TV の本日の、今回ちょっとこのようなボードを用意しましたもんね、本日のインフォラウンジ TV ちょっと簡単なご紹介をさせていただきます。本日はですね、恋人たちのクリスマス特集ということで、やらさせていただきたいと思います。やはりクリスマスといえば、やっぱ日本、独自らしいですね。恋人たちが浮かれ、そしてはしゃぐ、そんな一日を昨日、今日と日本全国で過ごされたのではないかなと思います。そんな回にしたいと思います。では本日の、ゲストのラインナップになります。まず、ラインナップ一人目はですね、欲望の帝王、詩人、ムラキングが出てきます。ついに満を持して登場です。さあ、シジムラキング、なんとね、今後ろでまだ詩を書いております。そんな出来たてほやほやの詩の朗読なんかもしてくれるんじゃないかと楽しみにしております。そして2人目のゲストがですね、鹿児島からやってまいりました、股間に一つ桜島大根、元太80キロです。で、彼に関しましては今文芸大の、デザイン学部の1年生ということで、今やっているプロジェクトの紹介なんかをしていただけるということです。こちらも楽しみですね。そして3人目、私にクリスマスプレゼントをくれました、所詮私はバックアップかでおなじみの朝倉さんです。しかも男性です。こちらの朝倉さんからはなんと男女共同参画センターについて、そちらのちょっと真面目な話かと思いきや、結構ね、朝倉さんとはちょっと下世話な、話題もできるのではないかなと楽しみにしております。そして本日のメインですね、大トリを飾っていただきますのは、やはり皆さん2012年終わって来年どういう年になるか気になるかと思います。こちらですね、2013年の世界を語るゲストは世界の山下です。もう世界の山下といえば、もう浜松では知る人も、知らない人はいないと。もう職業は何ですかと、世界の山下です。それぐらいの男ですからね、世界の山下が2013年を、世界、そして日本、そして浜松を占っていただけるのではないかと思います。これらのギフトに乞うご期待ということで、司会は私、山森達也の方がお送りさせていただきます。それでは、1人目のゲストをお迎えしたいと思います。欲望の帝王、詩人ムラキングです。どうぞ。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ムラキングは、かなり初期からインフォラウンジにも来てくれてて、そうですね。ね、
インホラジオには出たことないのか。ないです。今日初出演か。初出演。ああ、これは楽しみ。改めましてよろしくお願いいたします。じゃあ早速今回の音楽がねないので、はい、早速一つ詩を読んでもらってもいいかな。そうですね、読みますよ。やった。読んでくれる人はどんな詩。先ほど、あ、それもう出しちゃう、一発目で出しちゃう。どうしましょう、やめますか。いや、いいかな。いいと思う。俺はいいと思う。一発目に出して、いや、うん、最後もう一回読むとかどうですか。ああ、了解了解了解。じゃあ最初の、まず出来たてほやほやの詩を。タイトルは30オーバー孤独なクリスマスです。30オーバー孤独なクリスマス。詩は、詩と朗読は村キングでございます。遊園地2時4時の花火、家から見る景色、24まで恋人といたのに争いになった日、彼女と別れてから25の花火から隣には妹、あいつも去年振られた。6つ違う妹は今年から争わず、あいつは来年また彼女を作ると意気込んでいたけど、兄から言うと恋人なんてそう簡単にできやしない、経験値の差だ。でも俺と違って父親の前には早く彼氏ができない、できてほしいと自分の30代の自分よりお前のことを気遣う。女で幸せでいいになればいいよ。俺はもう少し一人でサーティーを楽しむ。すげえ。これがさっきお題くださいと言って15分ぐらい。そうですね。またすごいね。ちょっとじゃあキングどんな感じに詩を書いてあるか。ちょっとこんな感じなんですね。読めないですよね。でもこの、あの味のある字がこういろいろ伝えてくれる。テーマもね、ちょっと今さっき2人でちょっと相談して決めさせてもらって、お互い30代だもんね。そうですね、30代ですね。ストーリーが見えるようだね、なんかね。実際はあの、久保田さんの、うん、あの昨日のフェイスブックの、うんうんうん、たまたま24時の花火っていうネタがあったんで、その24時の花火っていうネタを。そんなのがあったんだ。名古屋ですよね、24時の花火。いや、こあのコカマンというスタッフがですね、あのフェイスブックで上げた、そこからもさらに撮って。名古屋港ね。そうそうそう、名古屋港。すごいね、そんなのも入れてたんだね。入れてたんです。だなんかとりあえずそう、今フェイスブックからのネタが多くて、ほう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 。フェイスブックがもう完全に体に染み付いちゃって、うん、フェイスブックを見ると、うん、その人の人生がわかるっていう。あー、なるほど。そう、なんかそのフェイスブックは人生を上げてるサイトだと思ってるんで、SNS、ね、と思ってるんで、うんうんうん、そうか、確かにフェイスブックいろんな人たちがね、いろんな今日会ったこととかね、うん、やってるし、あれはツイッターはねすぐなくなっちゃうからね。そうなんですよ。フェイスブックはちょっとある程度形に残るから、あ、じゃあその中であのフェイスブックでいろんなその友達の人たちのいろんなやつを見ながら、見ながらなんかこの人のこれいいな、あれいいなって思ったりとか、アイドルの写真を見て、うん、あ、かわいいな、これいいな、うんうん、待って待って待って、アイドルの写真を見て、アイドルの写真を、ね、AKB 好きなんで、おうおうおう、 AKB 好きなんで、 AKB のアイ、フェイスブックで上がってる写真もあるわけですよ、うん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 、そういうの見て、うん、あ、やっぱこの子かわいいな、まゆかわいいな、ゆきりんかわいいなって思いながら、うん、僕は田辺美久推しなんで。え、何？わかんないです。誰誰誰。田辺美久っていう女の子がいるんですけど、その子が好きなんですよ。その子推しメンです。俺は AKB だと市川美博推しだね。よりです。今
適当に作ったんだけど近い名前の子いるんだね。近いです。いやさ適当な言っても分かんねえじゃん。でもあそうなの、うん、知ってる知ってるとか言って駅名だったら言ってくれるかなとか思って行ったらちょっと近い名前がいるんだ。市川みおりちゃんって子がいるんだ。いるんです。あフレッシュレモン、フレッシュレモン、あの結構意外と有名で、うん、フレッシュレモンになりたいのっていうキャッチフレーズで売ってる子がいるんです。フレッシュレモンになりたいのっていう、そう、それはキャッチフレーズがあっていろいろ。俺オカレモンしか知らないけど、あのオカレモングイグイ来てますでしょ。あれの中にも入ってる。あマジで、あそうなの。オカレモン、オカ OLT 40s でできたじゃないですか。あれの中にもミオリンっていう名前で入ってる。へー、すげえ詳しいねアイドルの話。そっちがいい、今日詩の話しない方がいい。あいや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 い。AKB はね難しいですよね、分かんないからね。80年代とかになっちゃうでしょ。80年代僕が追いかけてた、うん、そうだね80年代。いやもうクラスの中でこう、ま、あの聖子ちゃん派か明菜派かで分かれてた時に、ね、俺は明菜派だったんで。あでそれでもう一つのでもう一つのグループがキョンキョン派なんだけど、あ俺の地元ってキョンキョンの、あの通っていた高校にすごい近いところにあるの。あでそこの高校って神奈川県で一番バカな高校だったの。うん、T 高校っつうんだけど。で、だからしかもそこを辞めて、堀越かな確かね。品川じゃないよ、堀越だよな確か。だから、だからあのうちの地元相模原の人間たちはキョンキョンのことを津久井高校の落ちこぼれって、あ、やべ津久井高校T 高校の落ちこぼれって言ってるの。いや T 高校の皆さん頑張ってます。本当にね、あの応援しております。あのいやね、だからあんまり評判はね地元では、まあいいや。じゃあ村キングの詩の話に戻りました。詩を書き始めたのいつぐらいから。詩はそのいじめられてって、もともといつぐらいに、もうあの俺なんかと理由があって一個、その理由言えない、もう下ネタになっちゃうんで言えない。それがあって結局そこからそれが幼稚園も前にあって、転調があって手術して、あ手術って言ってもいいんですけど、でそれで幼稚園に通ってる時点からもうすでにいじめが始まってたんで、それから何か逃れる方法はないかというのが、エルマの、エルマとリュウ、エルマの冒険家の、あるあるある、自動車であるじゃないですか、あれがすごい好きで、ああいう話が書けたらいいなと思ってて、それが、それがきっかけで、いろいろやって、いう上で、チャギアスに出会ったわけですよ。チャギアス。エルマの冒険から、いろいろ頼ってってエルマーの龍のあたりからこうなんか物を書くことを始めて、始めて、で最終的にチャギアスに出会ったんですよ。チャギアスに、チャギアスに、そうちょうど101回のプロポーズなんですよ。あああれって中学の時ぐらいなんですよ。中学だね、中学、中学、セイエスが中学だ。そう、あれなんですよ。あれが俺の音楽の目覚めとともに、おうおうおう、こういう詩の原型を作らせ、そっからもうなんかそう、あんま難しい難題になってく、笑ってくほど、書けなくなるんですよ。なるほど。で、セイエスぐらいから、もうか、そう、セイエスに至ってからの音楽遍歴おかしくて、セイエス、あ、チャギアス、チャギアス、ビーズ、ビーズ、ビジュアル系、ビジュアル系、アイドル、アイドル、ビジュアル系、ビジュアル系で、アイドルに戻ったんです。今アイドルなんですね。今アイドルなんです。え、結構ね、ちょっと待って、チャギアス、ビーズ、ビジュアル系、アイドルまではなんかね、ものすごく分かりやすい。だってチャギアスはつまりもうミリオンセーラーじゃない、小田和正とか、そうなんです。そうで、冬になりゃ広瀬香美だとかかかって、でその後のビーズになるわけじゃん。でビーズがこうもう、なんだ、時代的にはあれか、あの裸足の女神の後とか、それぐらいの時代、もうちょっと後で、ゼロっていうアルバムがあって、あれの、はいはいはい、あのゼロがいい、ゼロになろう、もう一回、でんでんでん。それの、その、あの、
アルバムを友達が先輩に借りてたんですよ、うん、なるほどなるほど。でその先輩に借りてたのを、うん、まあ、あのし近すぐ近所に CD ショップレンタルショップがあって、うんうん、であの借りてたのはどれだろうって思って、なるほどね、借り出して、うん、そっからその前にちょっとブローインっていう、あのポテトチップスのコマーシャルかなんかだったんですけど、えブローインってポテトチップスの CM だったあれだったっけ、なんかそんな感じ、あコーヒーかな、ほうほうほう、なんかなんかコマーシャルで流れてるとりあえず、うんうんうん、でそれが当時テープだったんですけど、テープも買ってもらったりとかしてて、ほう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 、でそのテープきっかけの CD で、あはいはいそうだ、CD からね、あのレコードがなくなって CD に変わって変わってくる、うちの間の世代もうそうだね、レコードはもう俺はなうちにはなかった、そうだね、 CD から録音したカセットテープをもう学校で回す時代なんです、うん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 、でそれでそのあそのカセットテープってまあ CD 出てない時代ですよ、うんうんうん、カセットテープ出て売り上げが分かる時代、うんうんうん、でそのカセットテープからの CD のからのアイドルのビジュアルだったりとかに行くわけで、ちょっと待って、ちょっと待って、ビーズの後のビジュアル系は何、やっぱルナシーとかそうです、ラルクとかそこら辺か、ね、その辺がペニシリンとかね、そうそう、ペニシリン一人だけ王子郎なのね、まあいいよ、そう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 、あの辺はうん、まあいいよ、ね、マサルさんのね、マサルさんね、マサルさんで、で、その後はじゃあその後のアイドルつってもう完全にモームスでしょ、そう、モームスです、だってその前のアイドルっていうと高橋由美子で止まってんの、そう、そうなんですよ、それで高橋由美子飽きちゃうと、うん、みんな当時ルナシーとかに行っちゃうんですよ、はー、それかもしくは歌を聴かずにその当時宮沢りえのヌード写真集とか出るわけ、ね、はいはいはい、出るわけで、うん、そっちのビジュアル、そっちの写真の方のビジュアルに行っちゃうんですよ、みんな、はー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 、CDかっこいい音楽か、かわいいビジュアルかっていう、ほう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 、で、そのどっちかで分かれて、俺はその情報を取りたかったぐらいなんですけど、お小遣いはとりあえずもらえず、うん、で、レンタルショップで借りるのは、うん、とりあえず、うん、そのビジュアル系を借りて聞くっていう、そう聞いて、そっから詩を立ち上げるっていう、あそこで詩を書く、そう、その曲の感じを、なるほどね、受け取りつつ詩を書くっていう生活をしてて、うん、じゃあそのちょうど10代の後半ぐらいに差し掛かって詩を書き始めるんだ、そうですね、なるほどね、その頃の詩って何のまだ残ってる、いやもうないないです、ないか、引っ越しを2回してるんですよね、なるほど、その引っ越しは1回目の引っ越しで、うん、全部捨てられちゃって、でも書こうと思えば書けます、いまだに、ほうほうほう、なんかその暗い世界ですけど、あの頃の時代の覚えてる感じなの、覚えた感じはもう暗い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 ってなあんま暗いのは、一応今回恋人たちのクリスマス特集っていうね、うん、タイトルがついてるので、一応こちらね、はい、この皆さんクリスマス特集についてますんでね、ついてますね、はい、はい、ね、そうか、じゃあ、早速もうね、時間も時間だから、ね、もう一個ぐらい読んでもらってもいいかな、読みますか、うん、よし、読みます、じゃあこれはとりあえず折ります、折ります、折るとなんか出てくる、鳩が出てくるもうちょっとこれこれぐらいできるじゃんあ、これカニだこれなんかできるよ、はいはいはい、じゃあ即興で、即興でお願いします、タイトルは、タイトルはどうしましょう、タイトルは一応恋人たちのクリスマス特集っていうのは、じゃあこの、今のはラストクリスマスっぽかったですけど、うんうんうん、ちょっとちょっとじゃないハッピーなやつを一個読みますか、お、お願いします、今年やっと彼女ができた、そんな僕がずっと思い続けてた人だった、でもなかなか告白できず、彼女に彼氏がいるんじゃないかっていう妄想とか変な考え方をしてたな、でも彼女はもう
妄想とかではなくて本当に誰かを好きではなかった。彼女はやっと僕が告白してくれたことに喜び、そして言ったんだ、メリークリスマス。綺麗に言ったね。すごいね、即興では、即興の割にはストーリーがちゃんと見えて、いや、ちょっとね、暗くなるんじゃないかなとか思いつつ、スーッと持ち上げたところにヒュッて置いたね。気持ちよかったです、聞いてて。いやこのキングの詩というのはですね、実はなかなか、皆さんの前にお見せする機会がないよね。ないですね。去年は、お月見の会で、はい、やってました、ね、バックミュージックもがっつり、それも即興でね。即興でした。あでもあれはちょっと練ってました。あーそっか、練ってあったんで、うん、即興っていう即興ではないんですけど。じゃあこうやって即興で人前でやるのは初？いや、あるチャール、チャールじゃないです。ポコラートの展示の動画には、うん、後半の、2パターンあるんですけど、うん、1回切れるともう1回1回流れて、うん、プツッて1回切れるんですよ、うん、でそれもう1回流れるやつが結局それと一つ一つに一個一個即興とかを入れてるんで。なるほどね。そこのそのぐらいです。今回この前やったタッポケ展でも一応キングのキングが座ってて詩を書くっていうのはあったんだけども、今後はとりあえずまだ予定はないか。いや、予定を入れようと思えば いくらでも入れられるんですけど。じゃあまたキングの詩が皆さんの前でお見せできる機会があれば、これねすごいんですよ、本当にすごくよくって、空間とかもちゃんと作り上げて結構やれるので、ぜひまたその際はなんかインフォランジで告知も ね、したいね。お願いします。はい、ということで一人目のゲストキングいいかな。はい、はい、じゃあどうも村キングありがとうございました。ありがとうございました。一人目のゲスト村キングさんでした。ほら、つけ蹴ってましたね、蹴ってましたね。いろいろバビリとかずれるからね。ということで、本日のコンビナーズのクリスマス特集、一人目のゲスト村キングさんでした。いや素敵な詩でしたね。例えるなら、静岡駅の前、いやめようか。平畑さんはすごい。ということで、2人目のゲストをじゃあお迎え、早速お迎えしましょう。ダン、オイラの股間に桜島大根、ゲンタ80キロでございます。どうぞ。どうもゲンタ80キロさん、はい、どうも。どうですか呼ばれて。インフォランジ TV です。説明するのもちゃんと説明せずに来たね、はい、電話して、あー、森さん今悩めなんつった、とりあえず4時40分に、来てくんないよ。あー、よっしゃ、よっしゃで、あー、森さんちょっと5分ぐらいお願いしますみたいな。で、それで来たじゃん、はい、まさかこんな事態になるとは思ってなかった。思ってなかったっすね。どう今の心境。もうこれユーストで配信されてます、全世界がご覧になってます。めっちゃ帰りたいっす。まあそうね、まあ源太くんがやっているこちらのプロジェクト、の話もしながら、はい、源太80キロのいろんなパーソナリティの部分を掘り下げていこうかななんて思って、一応今回のタイトルが恋人たちのクリスマス特集となってますので、がっつりお願いします。まあいろいろ、どんな話が聞けるのか楽しみだな。じゃあ、まずそのプロ今やってるプロジェクトがどんなものなのか、はい、少しちょっとお話ししてもらえますか、はい、お願いします。僕、静岡文化芸術大学の、デザイン学部の1年生なんですけど、今その、デザイン学部にメディア造形学科っていう 学科があって、その学科の1年生20名ほどを中心、そう20名ほどを中心にして、ダブルボックステストっていう企画プロジェクトをやってます。はい、それっていうのが、最近ね東京駅で話題になったと思うんですけど、プロジェクションマッピングっていう映像投影技法、
それを使ってなんか浜松にあるものでなんか面白いことができないかっていうことで始めたプロジェクトなんですけど、今回その、使わせてもらうことになったモニュメントがですね、浜松駅のバスターミナルの、真ん中にあるあの鉄塔、延びゆく浜松っていうテーマで作られた鉄塔モニュメントなんですけど、そこにその前面から、プロジェクターで光を当てて、そこでプロジェクションマッピングで一つの物体としてなんか面白いことができればなということで今プロジェクトをやってます。はい。で、いい、あ、じゃあそのプロジェクションマッピング、まあ、伸びゆく浜松がこんな感じなんですね、今イメージ図ですけどね。これすごいよね。周りがつまりこの円形になってるのが、これバスターミナルですね。で、ここにあるのが、これがクラウンパレスかな、多分そうだよね。あ、駅ですね。あ、駅か、はい、そっかそっか。北側から南側に向かって撮ってるのかな、これ。そうです、北東側から撮ってるんだね、そうなるとね。そうか、あ、本当だ、うん、浜松駅だね、はい、そうだそうだ、これ浜松駅で、はい、で、この延びゆく浜松に映像を投影してこんな感じになります。で、かなりちょっと下から見せましょうか、こういう感じですね。下からずーっとこんな感じで夜空を彩るプロジェクトの方を進めてるということで、これはね、すごいね、すごいねって、まあ俺も一応企画には噛んでるのであれなんだけども、いやー、どう今現在、いや、これのプロジェクトに携わってみて。そうですね、まずはめちゃくちゃ楽しいっていうのが一つあって、うん、まあそれをプロジェクトをこう進めていくにあたっていろんな情報を自分らとしても得られて、それと同時になんか今後将来に役立つような技術的なことも学べて、うん、そしてまあいろんな人に出会える。あー、なるほど。人と出会えるのはね、確かに。そうですね。やっぱ学生もちゃんと外に出ないとね、はい、なかなか人に会えないし。そうですね。で、会えてもバイト先とかね、はいはい、そういうことになってしまうし、うん、こういうプロジェクトをやることで、例えばその、ゲンタ80キロが、メディア造形学科。はい。なので、まあそういうのはクリエイターの人たちも出会うし。はいはい。でそういうところで、まあ、生の話を聞けるっていうのがやっぱ大きいところですよね。で、こちらがいつ時期としては、予定で、まあ、暫定的な予定なんですけど、うん、2月の9、10、11、3日間を予定してます。なるほど、はい、こちらの3日間ではね、こんなエンジン01なんてこんなのもあって、こういうことやっといてね、浜松市のね、創造と推進課にね、ちゃんと本を売ってくる。エンジン01すごいですよ。ですね、有森裕子 と、浜松城公園で、マラソンをすると。あとはなんだこれ、アートディレクター浅場克、なんだこれ読めない。浅場さんと卓球大会、なんでこんなことやるんだろう。参加費1500円、ちょっと高くない。あ、言っていいですか。ダメだ。ダメだ、あとすげえ怒られる。いや、こんなにね、たくさんエンジンズラン、これも、9、10、11、3日間行われまして、オープニングのシンポジウムは、まずアクトシーで行われて、で、林真理子さんとかね、あと、静木あさととかが出るのね、倍賞千恵子、はいよ、これ、猪木の真似、わかる人しかわかんない。で、で、こんなのがあって、で、2日目に、いろんなその会場を使って、ちょっとこの教室が行われるんですね。すごい数ですね、これね。O 教室、O、O だとか、なんか、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q まであるのか。に、それぞれ4コマ。だから、わかんない。すごい数になります。で、最後の方には、最終日には一応またクロージングのシンポジウムがあって。小室哲哉とか来んのね。マジですか？うん。あとね、有名どころだと、もや様の大江ちゃん、大江真理子が来ます。これは見たい。あとは、いろいろツイッターで話題になってる上杉隆さんとかね、上杉龍か。あと、こちらの実行委員長、勝間和代さんがされてますね。
あとね、川勝の知事もね、出るみたいですね。あとはね、有名どころだと、岩井志真子とか、田原総一郎とか、うん、あ、安倍常時も出ますね。ミスター極道安倍常時、知らないか。知らないです。うん、まあ、こんなエンジン01が、こんなアクトと文芸大を使って行われる中、こちらの玄太くんの方の DBT プロジェクトでは、駅前がこんな感じに。時間はだいたい夜。そうですね、今のところ6、7時ぐらいから。なるほど。何回かに分けて発表できればなと考えています。1回の投影がだいたい5分から10分ぐらい。はい、うん、東京駅が20分やったんだよね。はい。いやでも2月ね、20分やったらちょっと寒いもんね。そうですね、風もひいちゃうしね。そうですね、うん、スタッフもねちょっとしんどいので、はい、正直しんどいので、はい、そんなことをやっていて、で順調、準備の方が、まあ、まあちょっと分かんないことばっかりで。ああ、なるほど、ね、ちょっといろんな人に協力してもらいながらやってます。なるほど。いやこれ楽しみですね。でもう少し時間もあるので、はい、玄太くんのなんで浜松に来たとか。これ一応鹿児島ね、桜島大根。このフリップどういいかなみたいな。ねえ、いやいろいろ考えたんだけど、いろいろ考えたんだけどこれが一番ハマった。あの桜島に、股間に一つ桜島にしちゃうと、あのね、鹿児島の人怒るよね多分ね。いやこれも結構桜島大根だったらまだいいでしょ。いや桜島大根ってあのすごいでかいんだよね、こんな大根だよね。まあいいや、もうこれ以上リアルに表現すると本当に後で怒られる。なんで来たの、何しに来たの。なんか前も聞きましたよね、うん、でなんか放映中は、はい、なんだろう、うちの大学になんかそのメディア造形学科っていう学科あるんですけど、映像系の学科でなんか将来的にそういう映像の仕事やりたいなとか思ってたんで、まあ別に CG とかそういうことじゃないですけど、なんかそういうとりあえず映像があったんで来たっていうだけなんですけどね。まあそういうなんか結構珍しい気がして、国公立あんまない。あ、そうなんだ。はい、映像系は。へえ。なんでいろんな先生いらっしゃるからね。そうですね、教授陣は結構揃ってる、多彩っす、うん、意味わかんないです文芸大の先生、大学の先生聞かれたでしょうか。山崎健太君、あんた方が意味わからないというふうに気をつけな、ここいろんなこと言うと全部乗っちゃうからね。ないですか、うん、すいません。そうか、あとは一応今回あのテーマがこちら、くどいようですが恋人たちのクリスマス特集とかでんとそんな話、あのじゃあちょっとクリスマスの思い出なんかないっすよ。だってまずここにいる時点でちょっともう趣旨とずれてますもん。だってあ、今日25日かそんなこと言うねん、集まってくれた人たちがどれだけこうあの暇かってとかバレちゃうでしょ。ダメでしょ一生懸命さっきから拍手とかしてくれてんだから。俺なんか2時ぐらいに電話来てわけも分からず OK した時点でもう暇っすもん寝てたしね。そうっすね寝てたしね。見そういうこと言うなよ、お前ちゃんとトンパさん一生懸命仕事してんだから。みあのね、ほんとお見せしたいぐらいに、ね、トンパさんってクリスマスツリーじゃないかっていうぐらい上から下まで緑でパーカーが赤なのクリスマスカラー、クリスマスカラーでね。あー、お見せしたいわーね。そうか、え、いや今年は何もなかったとしても、はい、これまでとか鹿児島ってクリスマスあるのどういうことすありますね。去年何してたかな。高校3年生受験ですね。だよね。去年はなんだろう、一生懸命絵描いてたかな。その受験違う。あ、デッサンのそうか試験もあるのか。そうそうそう。そっか。何してたかな。もう覚えてないぐらいのレベルの。はあ。つまらない。そうそう。去年ぐらい覚えてんじゃないの、なんか。俺高校3年生のクリスマスって覚えてる。ないですか。覚えてる。どうぞ。あのね受験生で河合塾の池袋校にどうしても受けたい冬季講習の講座があって、で
河合塾の池袋校って池袋のね西口からちょっと外れたところにあるの、はい、あのね正直言うと風俗街の中にあるので、暗いのよ。でそこから駅に向かうときに池袋って言ったらもうすごいのね、あの芸術劇場西口広場とこういるんで、あの東武デパート西武デパートもうイルミネーションすごいのよ、はいはい、で恋人たちがもうキャッ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 もう中にいるわけじゃん。で俺はこの浪人、あ浪人、いやそのは受験生だからね、浪人生の時はまた別なんだけど、受験生でああそうかーと言って大学に入ったら俺もこの人たちの輪に混じれんのかなとかって思いながらこう歩いて、あの池袋の駅を下っていくっていうのが俺の高校3年生の思い出。ないの、そういうないんだろ。鹿児島にクリスマス、いやある鹿児島にクリスマスがあったら話聞か聞いたことないぞ。全然全く覚えてないっすね。なんかあ、そうか、うちの、うん、なんかうち結構田舎に住んでて、その絵の塾、うん、塾に通ってたんですけど、画塾、指宿にも画塾あるんだね。ないっす、ないっす、ないっす、市内に通ってたんです。ああ、そうなんだ。それで遠いね。遠いっす。フェリーでいや、バカっす電車で、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 はい、それで、電車で、うん、なんだろう、そうですね、電車に通ってて、うん、で、その鹿児島中央駅っていう、なんかその鹿児島じゃ一番でかい駅があるんですけど、長渕剛の歌であるね、鹿児島セントラルステーションまあいいや、はいはいはい。で、そこで降りて、絵の塾に行ったんですけど、ちょうどその日もなんか絵の塾に行ってて、多分25日、クリスマスも行ってました、確実に絵の塾に。で、まあ、クリスマスどころじゃねえぞ、こっちはみたいな感じで、で、塾終わって帰るときにやっぱクリス、あの鹿児島中央駅あるじゃないですか、うん、で、上にでっけえ観覧車あるんですよ、鹿児島中央駅の上に。あ、そうなんだ。ああ、へえ。で、うん、まあ、乗ったの？乗ってないです一人でなんかあの人たちがこう乗りに行くじゃないですか、うんうん、ああ、みんなね、そうそう、そのあの人たちがカップルたちが観覧車に向かっていくわけじゃないか。でも、とりあえず観覧車壊れると思うあのさ、恋人たちのクリスマス特集なの？恋人たちの祝福するような内容？山森さんも結構うん、なんだよ、なんか不純なクリスマスだったじゃん。俺？昨日？昨日いつ？わかんないですけど、さっきのクリスマスの話ですけど、浪人の時はどうだったんですか？浪人の時は、浪人の時はあの水道橋にいた確か、なんかあ、羽賀書店にいたこれね、分かる人にしか分かんないんだけどあの、ですよねですよね、今ね、あのディレクターさんからあのそういう羽賀書店にいました素敵な本屋さんですなるほど、もうね、なるほどです、はい、はい、そういう感じで、はい、いやじゃあ源太くん最後になんか一言あればないっすよ、ね、これ見に行ってくださいとかあるでしょ何を仕事放棄。いや前回 ね、 あのねゲストで呼ぶ予定だったんですよ、この DBT プロジェクトの小口さんって子がねその小口さんって子が来なかったから今日源太くんが来てくれてるのクリスマスなのに、はい、どうせ予定なかったんだろう、はい、そうですねはい、お願いします。2月9、10、11に駅前見て、プロジェクションマッピングやると思います。ぜひ来てください以上でした。それでは、他に一つ桜島大根源太八十キロさんでした。どうもありがとうございました。